皆さん、お集まりいただきありがとうございます。本日はですね、VTuber と個人事業主のための雑定申告講座と題してですね、主に確定申告、ようわからんっていう人に向けてですね、複数回に分けて、確定申告、ソフトの入力方法や、決算の方法、などね、確定申告にまつわるお話を動画にしていこうと思っております。はい、まずはですね、今日はこの4項目に分けてお話をしていこうと思います。主にですね、実際の入力というよりかは、その前段階、確定申告って何なのとか、個人事業主ってどうやってなるのとか、そこら辺のお話をまずは今日していこうと思います。はい、まずは自己紹介です。杉作慎太郎と申します。フリーのフォトグラファーとして7年ほど活動した後に、現在の会社を東京都に設立をいたしました。写真やね、映像、あとはネット番組の制作など、いろんな業務を請け負う会社をやっております。先日ね、3期目の決算がちょうど終わったところなので、ちょうど、独立してから10年経ったなっていう感じですね。はい、法人税と消費税でね、ほぼ生きかけてますが、ギリギリ生きてる、そんな感じでございます。はい、ではですね、まずこの講座に当てはまる職種っていうところをお話ししていきましょう。はい、こんな方々がね、主に当てはまる、役に立つんじゃないかなっていうふうに思ってます。境題した通り VTuber さんやね、イラストレーターさん、フリーのディレクターさんとか、映像を作ってますよとか、実演家、これはタレントさんとかですね。あとは配送業、これ Uber さんとかが当てはまるかなと思ってます。これ、平たく言うとどういうことかっていうと、こういうことなんですね。はい、商材等の仕入れ、在庫がない技術職、それに類する職業の皆さん、これちょっと難しい書き方しちゃいましたけども、要するに商品を仕入れてそれを売るっていうタイプのお仕事じゃなくって、皆さんが持たれている職の技術を活かして、依頼を受け、それをこなして報酬がもらえる、技術職のタイプの皆さんっていうことですね。要するにその商品の棚卸しとか、仕入れの記帳とかは、やりませんよっていうところなんですけども、すごいベーシックな話をするので、ためにはなるんじゃないかなというふうに思ってます。ではまず、そもそも確定申告って何なのっていう話から始めたいんですけど、この動画講座はですね、主に確定申告をしたことがない、これから独立をして始めるので、確定申告 しなくちゃいけないんだけれども、確定申告ソフトって難しそうだし、税理士さんにね、お願いするのもお金かかるし、嫌だな、でも自分でできたらいいなって思ってる方が主に当てはまるのかなっていうふうに思ってます。で、僕はその今までいろんな友達のね、開業した子とか、いろんな人、友達とかのこう、確定申告を見てきたんですけれども、最初皆さん大体この確定申告って、っていうか何なのっていうふうに思われる、聞かれることが多いんですね。で、僕はその時ですね、いつもこのように答えてます。はい、考えんなと。はい、んなことは考えんなと。はい、言っています。これ結構真面目な回答でして、これ例えばですね、これ皆さん確定申告やろうと思うと、皆さん青色申告とか確定申告とかググるんですね。で、皆さん今例えばですね、国税庁のホームページ見ていただけたらわかると思うんですけど、マジで何言ってるかわかんないですね。はい、文章で見ると。はい、タックスアンサーとか国税庁の青色申告のページとか見ても、例えば今から始めようっていうゼロベースの方が見ても正直わかんないですし、それ見ちゃうと結構こうやる気なくしちゃうんですよね。やっぱ難しそうだなと思って、来年からでいいかとか、そういう風になってしまうと思うので、これはですね、考えなくていいんです。で、なぜ考えなくていいかっていうとですね、はい、申告ソフトが全部やってくれるからそもそも考える必要がないんですね。はい。この確定申告やろうと思うと、皆さん勘違いされるのが、その税の知識とか会計の知識って、一緒に覚えていかないとできないんでしょっていうふうに思われがちなんですけど、全くそんなことはないんですね。申告ソフトってそういうのを省略するためにデザインされているので、はい、誰でも簡単に簿記の知識とかがなくてもやれるので、はい、本当に考える必要はないです。だから確定申告なんてものは別に難しそうって捉えずに適当に始めりゃいいんですけれども、ただね、その成り立ちぐらいはちょっと覚えておいた方がいいかもしれないって思われる方もいらっしゃるかもしれませんので、はい。確定申告ってどんなものなのかっていうところを簡単に、どちゃくそ簡単に言います。はい。この確定申告っていうのはですね、売上、そして経費っていうのを、お上、お役所に報告する、イベント、年一のイベントだと思ってください。はい。これだけです。これだけなんですね。
で、この売上と経費っていうところをもう少しフォーカスしていくとですね、こういうことなんですね。はい。売上っていうのはお仕事で儲かったお金。まあ、なん言われなくてもわかるよっていう話なんですが、こっちの経費についてですね、この認識が非常に重要で、経費っていうのはですね、この売上を発生させるために必要だったお金、必要になったお金のことを経費っていうんですね。足りめえだろうって思うかもしれませんが、これ、個人でいろいろやって領収書とか貯めていくと、まあ、どこからどこまでが経費なんだろうっていう悩みは皆さん絶対に持たれると思います。なので、これだけは軽く認識として、売上を発生させるのに必要だったものを経費と呼ぶ。この認識だけ軽く覚えておいてください。で、この二つが分かると何が分かるのか。この式が成り立ちます。売上から経費を引くんですね。こうすると導き出されるのが、課税所得というものになります。要するに売上から、それを発生させるために必要だったお金を引くと課税所得。要するにここに、税金がかかってくるわけですね。はい。で、これを見て、違和感を持たれた方は、少し知識がある方かもしれません。はい。この要素がないんですね。はい。確定申告においてはもう一つ重要な要素が出てきます。これは控除ですね。控除って何やのとか、まあよく聞くけど実際何なのっていう話になるかもしれませんが、これはですね、簡単に言うと、まあ、課税所得から引かれるボーナスなんですね。皆さん、なんとなくわかると思いますけども、まあ、課税所得っていうのは多ければ多いほど、まあ、所得税がたくさんかかるんですね。だからまあ、課税所得低ければ低いほど、税金少ないっていう話になるので、まあ、一概にはいないですけど、まあ、そういうの、課税所得が少ない方が、ね、みんな、ラッキーって思うと思うんですね。なので、まあ、例えばですけども、じゃあ、例えば A さん。A さんが VTuber です。VTuber で売上を500万円、1年間で売上上げました。大したもんですね。で、それを発生させるために必要だった経費が300万円かかりました。そしたら、まあ、課税所得200万円。ここに、所得税かかるんじゃないのっていう感じになるんですが、ここに控除というものが出てきます。その200万円から50万円引かれる、まあ、控除というボーナスがあるので、最終的にはこれを鑑みると150万円という課税所得が導き出されるって話ですね。はい。なので、確定申告には売上、経費、控除っていうこの3つの大きな要素があるってことを覚えなくていいです。はい。なんとなくでいいです。覚えなくていいです。これは勝手にやってくれるので覚えなくていいです。ちょっと説明しただけでした。はい。忘れても大丈夫です。はい。それでは、じゃあ、青色申告について話をしていきましょう。青色申告って何なのよと思う方もいらっしゃると思います。はい。青っていうからにはなんか別の色もあるのかねっていう話なんですが、はい、あります。青色申告と白色申告っていうものが存在します。これ何が違うのかっていうと、方法が違うだけなんですね。なので、青色申告っていう方法と白色申告っていう方法があって、最終的には、まあ、その所得税を確定させる行為なので、ゴールは一緒なんですよ。ただ、こう、道筋が違うだけなんですね。この高速道路の右ルートと左ルートみたいな感じですね。最終的に一緒になるけど、なんであれあるんだろうみたいなね。まあちょっとあんま例え良くなかったなと思いますが、まあゴールは一緒で道筋がちょっと違うよっていうだけの話です。で、ここで一つ重要なところですね。はい。白のことはもう忘れてください。あいつのことはもう忘れてください。あいつはもういませんでした、最初から。はい。もう白色なんてものは存在がしません。はい。青色申告一択でございます。皆さん、青と白があるって言われたらどっちがいいんだろうっていうふうにね、考えるかと思いますが、もういいんです。白なんてものは存在しませんでした。はい。というところで、最初の問いに戻りたいと思います。青色申告って何なのっていうところなんですね。これはこのように答えることができます。ちょっとめんどいけど、ボーナスあるで申告。はい。青色申告はこういうものだと覚えてください。で、この逆、白色申告っていうのは、ちょっとめんどくさい部分がないけど、ボーナスもそんなないよっていう申告方法なんですね。なので、まあ、ちょっとめんどい。要するにちょっと、詳細になんか記帳しなくちゃいけない。分、まあ、お国がいろいろそういう情報を集められるから、まあ、そのボーナスでね、ちょっと有利にすんぜっていうのが青色申告。まあ、そんぐらいの認識で大丈夫です。では、そのちょっとめんどいけどっていう部分と、ボーナスっていう部分、これを一個ずつね、説明していきたいと思います。まずは、ちょっとめんどい部分。これはですね、複式簿記での記帳。これが一番ですね。複式簿記での記帳。そして、それによる貸借対照表と損益計算書の提出っていうものが求められます。
まあ、簿記の知識がない方はですね、複式簿記ってなんやねんとか、貸借対照表とか、まあ、急に難しい単語出てきたなと思うかもしれませんが、まあ、複式簿記っていうのは簡単に言うと、右側と左側、貸し方と借り方に分かれた、まあ、なんかエクセルみたいなもんがあるって思ってください。まあ、それで、日々の記帳、まあ、要するに、なんかこう書いていく、こんだけ売り上げが上がりましたとか、こんだけこれ領収書でこれ買いましたとかいうのを帳簿につけることを記帳って言うんですけど、その複式簿記で記帳せなあかんと。で、決算の時に貸借対照表と損益計算書っていうものを提出しなくちゃいけないと。まあ、この2種類があるんですけども、これですね、はい。実質無料なんですね。実質無料なんです。これどういうことかっていうと、これ複式簿記の知識がなくても、これ、確定申告ソフトに入力したらもうこれ勝手にやってくれることなので、で、複式簿記の知識がなくてももちろん入力できるようにデザインされてるので、これね、面倒い部分ってね、実質ないんですよ。はい。なので、我々はボーナスだけを享受できるんですね。そのボーナスという大きな4つの項目がこちらになります。青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸し倒れ引き当て金、純損失の繰り越しと繰り戻し。これ、説明するとですね、ちょっと難しいんで平たく言うと、はい。まあ、青色申告特別控除。これは控除ですね。さっき説明したボーナスの部分。最大65万円、課税所得からマイナスしてくれて、所得税減らせんぜっていう、まあ、青色申告の一番のメリットかもしれません。はい。これがまずついてきます。はい。青色事業専従者給与。これ僕ね、やったことないからよくわかんないんですけど、詰まるところですね、青色事業専従者。これはどういうことかっていうと、家計を共にする15歳以上の家、まあ、家族ですね。家族を雇ったときに、その家族に払ったお金って白色申告だと基本的にはその経費扱いできないらしいんですけど、青色申告だとそれが特別に特例として認められる部分があるっていうところらしいんです。はい、やったことないんでようわからんですが、そういうことです。で、貸し倒れ引き当て金、これも僕経験したことありませんが、まあ、例えばですね、売上が発生したとき、売掛金っていうものが、記帳されます。まあいろいろやり方はあるんですが、まあその売掛金とか、要するにお金を向こうからもらえるものがもらえなかったとき、先方がの銀、なんか銀行焦げついちゃったとか、潰れちゃったとかで、まあ、お金が回収できなかったときは、ちょっと国がまあちゃうもうちょっとかわいそうで面倒見たるわっていうところになります。まあ全部じゃないんですけども、まあちょっとだけその損失を補填してくれるような仕組みになってます。で、4番の純損失の繰り越しと繰り戻し。これも大きな要素です。例えばですね、これね、初期の赤字を繰り越せるって書いてあるんですけど、例えば、じゃあ B さんっていう、イラストレーターさんが独立をしました。もうやる気満々でワコムのクソでかい液タブ買って、最強の PC を買って、ガンガン経費を積んだんだけど、1年やってみたけど、まあ売上が全然上がんなくて、最終的にじゃあ100万円赤字が出ちゃいました。でも2期目すげえ頑張って営業もガンガンこなして最終的に2期目は売上課税所得が50万円になりましたってなった時に1年目で持ってたマイナス100万円を相殺できるんですね。はい。なのでまあ2期目の売上50万円でしたって言ったら自分が持ってるマイナス100万円をこう打ち消せるんですね。それを3年間持ってられるんですよ。つまりマイナス100万円を最初の出たマイナス100万円を3年間保有できて、それを課税所得にぶつけて相殺することが可能ということですね。はい。まあなので、まあその最初スタートアップの時ってやっぱり不安定なので、まあそこら辺を国が面倒見てくれるよっていうシステムだと思ってもらえれば大丈夫です。はい。まあこういうボーナスが一方的に享受できますので、まあ白色なんてものは存在しませんでした。はい。ありがとうございました、白上さん。はい。なので、まあ、青色申告で大丈夫です。はい。で、ちょっとこれはまあ補足というかあれなんですけど、まあ、たまに質問で聞かれるのが、誰が青色申告できるのっていうところで、アルバイトしてるんだけど、アルバイトしてても大丈夫なんですかって聞かれるんです、たことがあるんですよ。はい。これは全然大丈夫で、アルバイトとか、まあ、勤めてもらってるお金って、給与所得って言われるんですね。で、自分で開業して、こういうふうに、自分で売上を発生させる、まあ、事業のお金って、事業所得って言って、まあ、全然性質が違うものなんですね。なので、はい、大丈夫です。アルバイトしながら、僕も一番最初はアルバイトをしながら、給与所得と事業所得っていうものを2つを発生させて、その事業所得の分だけ確定申告するっていうやり方をしてましたので、はい、これは全然問題ありません。大丈夫です。
はい、続いて、最後、お前が個人事業主になるんだよっていうところで、はい、これはちょっとね、個人事業開業っていう部分にフォーカスをしていきたいと思います。はい、皆さん最初、これを絶対考えると思います。これからじゃあ会社を辞める、仕事を辞めて自分一人一本どっこでやっていこうと思った方が、個人事業開業って難しそうだなと、うん。個人事業でやっていくのも難しそうだし、開業っていうのもなんかようわからんなというところでですね、皆さん二の足を踏まれるんですが、これ実はですね、個人事業の開業で青色申告での開業ってこれと同じなんですよね、実は。はい。青色申告での開業の仕方はラーメン二郎での注文方法とこれ同じなんですね、これ。はい。これ皆さんこれね、って思われるかもしれませんが、これね、実際同じなんですよね。はい。これどういうことかっていうとですね、これ青色、個人事業を開業するのって基本的にこの紙1枚書くだけなんですね。個人事業の開業、廃業等届け出書、括弧開業ってやつを出すだけで基本的には個人事業って開業できちゃうんですね。で、まあ、なので、やりたいなって思ってる人は、もう一瞬でやれるんですよ。法人と違って最初の支度金とかなんかそういうのいろいろお金いるわけでもないし、スナック感覚でできてしまうんですね。うん。なので、あとはもうやるだけなんですけど、まあ、この紙、これ国税庁のページからダウンロードできるんですが、これ、なんかようわからんのですよね。僕も最初書いた時なんか、結局その税務署に行って聞いたので、これね、やるときはね、僕おすすめなのは、この税務署で個人事業開業したいんですけどっていうのが一番おすすめです。で、ここう書いたらいいよって教えてくれるんで。うん。で、税務署で個人事業開業したいんですけどっていうとですね、おおむねこうやって聞かれると思います。青色申告しますか？青色申告しますかって聞かれるんですね。僕も実際に聞かれました。はい。で、まあ、そこで、まあ、しますって言ってもらえれば、その、青色申告の、申請用紙みたいなのがもらえるので、それはもう書き方聞いてもらって、書きゃ、青色申告をしながら、事業を開業することができるんですね。はい。なので、まあ、開業したいんですけどって言うと、はい。青色申告しますかって言われる。これ、そう、もう、ね、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、これですね、二郎に行くとですね、ラーメン頼むと、ニンニク入れますかって言われるんですね。これ一緒なんですね、つまり。なので、個人事業開業したいんですけどって言うと、青色申告しますかって言われる。二郎でラーメンを頼むと、ニンニク入れますかって言われる。税務署で青色申告しますかって言われる。はい、ラーメン頼むと、ニンニク入れますかって言われる。これつまり、ここから導き出されるのは、税務署イコール二郎、青色申告イコールニンニクっていう、この式が導き出されるわけですね。はい。まあこれ皆さんも、誰しもが画面の前で、はい。うなずいているのが、はい。見えます、僕には。はい。はい。ということでね。まあ、最後はちょっとふざけとかなあかんなと思って、ちょっとふざけましたが。まあ、基本的には、紙を出すだけで、個人事業を開業することができます。はい。もうこれだけです。まあ、青色申告の紙を書いたりとかね。銀行口座どうするんだとか、まあ、別のところで話をしますが。基本的には、あとは、よいしょと言って、勇気を出して、開業をするだけです。でですね、まあ、最後に一つだけちょっとお話をしたいのですね。わかります。皆さん今、例えば独立をしようと考えていて、独立をして個人事業開業しようと思った時に、本当にやってけんのかなと、はい、これから、大丈夫なのかなというところで、皆さん二の足を踏む方が非常に多いですし、僕も実際非常に悩みました。本当に独立して大丈夫かなと。10年前。同じ悩みを抱えていたんですね。これですね、考え方の問題でして、これ、まあ、個人事業をじゃあ、開業しましたって言って、開業しますよね。はい。別にこれすぐ辞めれるんですね。はい。別に廃業届を出すだけで、はい。辞めることは可能です。で、なんかその仕事を辞めて、なんかその自分でやったことも潰して、なんかすごいネガティブに考えるかもしれませんが、まあ、一法人代表としての意見を出していただけるのであれば、まあ、例えばその後再就職しようって思った時でも、まあ、個人事業には一回トライしている人間っていうのを、低く見る、方っていないと思うんですよね。自分で独立を試されて、それでもダメだったけどっていうところをマイナスに捉える人って多分いないと思うんですよ。僕は少なくともそう思うんですよね。で、
まあ、その再就職とか、まあ、そのネガティブなことを話しますけど、なんかそういう面においてもなんかトライするして損はないと思いますし、まあ、今すごいざっくり話しましたけど、まあ、税の知識とか、うん、必要ないよと言いましたけど、やってると勝手に身につくんですよね、うん、でその知識って結構人生において役立つんですよ、やっぱり、うん、基本学校では教えてくれないけど、基本的にはすごく重要なお話なので、まあ、例えば1年間確定申告ソフトと向き合って自分の、売上経費っていうものを入力しただけで、多分それ以降の何て言うのかな、考え方ってすごく変わると思うので、お金に関する、はい、もし迷っているのであれば、はい、ビビってるのであれば、勇気ある一歩を踏み出していただいて、はい、自分の独立、そして自分だけで稼ぐ道っていうのを一度試していただければなっていうふうに思ってます。いつもこういうね、相談を受けるんですよ。開業して大丈夫かなとか、杉作さんどうでしたかっていうふうに言われるんですね。無事その最初こなせましたかみたいな、うん、その時にですね、僕はいつも言うんですけど、やっぱその危険な道に踏み込んでこそだと思うんですよね、やりたいことであれば、うん、多分きっと独立したいって考えてるっていうことはやりたいことなんだと思いますよ。やりたいけど危険な道だと認識してるから、一歩が踏み出せないっていうふうに思ってるんですね。まあ、なので勇気を出してぜひ、その最後の一歩を踏み出して、独立して自分一人でお金を稼ぐっていう道にぜひ羽ばたいていただきたいなっていうふうに思ってます。僕の好きな言葉があるんですけども、岡本太郎がね、こういうふうに語ってます。はい、危険だという道は必ず自分の行きたい道なのだと。なので、まあ、ぜひね、勇気を出してその最後の一歩を踏み出して、ぜひ独立という道を歩んでみてはいかがでしょうか。杉作慎太郎でした。また次回の講座でお会いいたしましょう。さようなら。